新しい事業の話を持ってきたにゃ。玉木さん、いつもありがとうございます。詳しく聞かせてくださる？前に私がバイトで手伝いに行った牧場があるんだけど、そこの持ち主が誰かに牧場を売りたいらしいのにゃ。牧場経営？これまでとは随分違った業種になるわね。仮に買収したとして、私たちで利益が出せるのかしら。まずは経営者とお会いしてお話を伺いましょう。細かいことはそれから考えればよいのです。そう言うと思ってもう連れてきてるにゃ。おーい、入ってくるにゃ。はじめまして、よろしくお願いします。この二人が牧場の持ち主にゃ。もともとはかなり繁盛してた牧場だったけど、最近は大変だって聞いてたのにゃ。たくさんいた従業員も全員解雇するしかなくなって、今回思い切って牧場を手放そうって決めたんです。牧場の所有権はこのギルドに買い取ってもらって、牧場管理の従業員として雇ってほしいって条件にゃ。もともと軌道に乗っていたのでしたら、経営を立て直すのはあまり難しくなさそうですわね。ゼロから牧場を作る場合と違って、設備や従業員を揃える費用がほぼかからないのはかなり魅力的よ。ずっと管理してた人が働いてくれるなら、経験のない私たちでも大丈夫そうだし、いい話だと思うわ。決まりですわね。あなた方の牧場、私たちが買い取らせていただきますわ。早速明日から牧場再建に動きましょう。疲れましたわ。こんなに力仕事があるなんて聞いてませんわ。秋野さん、休憩はまだ先よ。仕事はまだまだあるんだから、キビキビ動く。牧場を再建させるって言ったのは秋野さんでしょ。それはこんなに大変だと思わなかったんですもの。今さらながら後悔してきましたわ。昨日の私が憎らしい。ほら、アルバイトで来てくれた彼は真面目に頑張ってるんだから、秋野さんも文句言わない。ええ、男手が必要だと思ってあなたをお呼びして正解でしたわ。なのであなた、私の分も。さすがあなた。では早速こちらへ。人に押し付けない。いいからこっちに来なさい。お待ちになって、美冬さん。あなた、どうかお助けを。あいあい、ずいぶん騒がしいな。ここの従業員は全員クビになったんじゃねえのか。あら、どちら様かしら。隣の牧場のもんだ。お前らここで働いてると不幸になるぜ。覚悟しておくんだな。不幸になる？どういうことかしら。同業者へのライバル心にしては敵意満々だったわね。秋野、美冬、大丈夫にゃ？何かされなかったかにゃ。玉木さん、そんなに慌てて。あの方たちがどうかしましたの？あいつら、よくも平然と俺たちの前に。隣の牧場を騙すようにして奪うだけじゃなく、この牧場も欲しいみたいで何度も嫌がらせをしてくるんです。ここの牧場は馬が有名で、騎士団や商人に育てた馬を売ってたのにゃ。だけど最近まで馬たちの餌に毒が混じったり、頑丈なはずの柵が壊れたせいで
牧場に魔物が入ってきて馬が怪我をしたりと、いろいろあったんです。隣のこともあって不幸な事故とは思えなくて、しかもそのせいでほとんどの得意先と取引がなくなりました。だから僕たちは牧場を手放すことにしたんです。絶対にあいつらが犯人にゃ。証拠はなくてもあいつらに決まってるにゃ。こうなったらあいつらの有金全部盗んでやるにゃ。よし、二人で突撃にゃ。タマキさん、落ち着きなさい。お金を奪ったところで一時的な打撃にしかなりませんわ。でもあいつらを懲らしめないと気が済まないにゃ。それは私とて同じです。あのような不届き者は二度と悪事ができないよう徹底的に叩くべきですわ。占められてるなんて。餌がねえと動物たちの気が立って暴れまくりじゃねえか。あっちの牧場の兄弟ももうすぐ折れてうまくいくはずだったのに、なんでこんなことに。問題ねえよ。飼いならしておいた魔物を暴れさせれば今度こそあの牧場はおしまいだ。あとは乗っ取っちまえばこの辺りの土地も家畜も全部俺たちのものだ。なるほど。やはりあなたたちが犯人だったようですわね。なっ、お前らいつの間に。隠密行動は貴族の基本にゃ。話は全部聞かせてもらったにゃ。成敗してやるにゃ。こうなったら魔物どもこいつらをやっちまえ。魔物にゃ、危ないにゃ。人間が飼いならせる程度の魔物なんて大したことないわ。見てなさい。魔法魔物が一瞬で。お前ら何者なんだ。あなた、この私をご存知ありませんの。知るわけねえだろ。なんですって。いいですこと、皆さんこの方たちを叩き潰して差し上げますわよ。その言い方だとこっちが悪者みたい。さあ正義の鉄槌を受けなさい。大変なことになってしまいましたわね。あの男たちが捕まったせいで、あっちの牧場も私たちが管理することになるなんて。どうするのよ、仕事量は倍じゃ済まないわよ。これはもう私たちの手には負えませんわね。牧場の経営はあなた方ご兄弟にお任せしますわ。そんな、いいんですか。嫌がらせもなくなったわけですし、ちゃんと利益さえ出してくれれば私は気にしませんわ。それに私たち素人が手伝っても足手まといになるだけです。前に働いていた従業員は改めて雇い直しましょう。これなら経営も維持できますわよね。もちろんです。ありがとうございます。本当にありがとうございます。
気にする必要ないにゃ。これはあくまでビジネスのお話にゃ。まさか悪人退治までやるとは思ってなかったけどね。本当にそう。町に戻ったら一杯飲みたいわ。皆さん、次のビジネスチャンスを探しますわよ。町に戻りましょう。二人とも浪費が激しすぎる。秋野さんはそもそもお金の使い方が荒いし、玉木さんも猫の餌を大量に買いすぎ。あんまり厳しいことは言いたくないけど、このままだと投資や融資に回す分のお金に手を出さないといけなくなるのよ。私ずっとこういう生活しかしてこなかったんですの。今さら変えることなんてできませんわ。私も猫たちの餌くれって顔を見ると無視なんてできないにゃ。言い訳は無駄。とにかく当分二人の給料は減額します。困ったことになりましたわ。まったくにゃ。このままじゃ猫たちに餌もあげられないにゃ。あれ、あそこにいるのは。おーい、聞いてほしいにゃ。美冬がひどいにゃ。お金を使いすぎだからと給料をこんなに減らされてしまいまして、はあ、私たちこれからどうすればよいのでしょう。それはその通りですが、どうやって増やしますの？いいところを知ってるにゃ。ついてくるにゃ。いつもの飲食店のようですが、実はこのお店でカードを使った賭け事をやってるにゃ。参加すればきっとお金を増やせるにゃ。裏で賭け事？本当に大丈夫なんですね。お客同士で遊んでるだけだし犯罪ではないにゃ。私が潰してないのがいい証拠にゃ。確かに悪事を働く者がいれば玉木さんが紹介するはずありませんわね。というわけで早速参戦にゃ。ここのルールは5カードドローだにゃ。よく聞くにゃ秋野。まずはカードを。あ、フルハウス。私の勝ちですわ。すげえ、あのお嬢ちゃんこれで10連勝だぜ。私の強運があればカードで勝つくらい簡単ですわ。どんどん行きますわよ。スリーカードだ。残念だったな。今度は俺の勝ちだ。待つにゃ。こいつイカサマしたにゃ。カードをすり替えたにゃ。袖の中のカードが証拠にゃ。くそも、なんでバレたんだ。にゃはっは、私の目はごまかせないにゃ。私と玉木さんが組めば最強ですわね。負ける気がしませんわ。
この勢いで荒稼ぎにゃー。おかしい。さすがにそろそろ二人が反省して泣きついてくる頃だと思ったのに。むしろ最近すごく楽しそうじゃない？生き生きしてるっていうか。怪しい。何かありそうね。ごめんね、君に買い物手伝わせといてこんな話まで聞いてもらっちゃって。いや、君も重要な参考人よ。秋野さんたちとも仲はいいし、今日はそのために呼んだの。最近あの二人に何があったか知らない？賭け事でお金を増やしてる？まったくあの二人は。ギャンブルなんて節約の敵よ。ゆかりさん、手伝って。いいけど、何をすればいいの？ここまで来ると自分の強運が恐ろしいですわね。私がついてる限りイカ様で負ける心配もないのにゃ。稼ぎまくって豪遊にゃ。秋野さん、玉木さん、何をしているの？美冬さん、これはその違うんですのよ。秋野、落ち着くにゃ。私たちは悪いことなんてしてないにゃ。自分のお金をどう使おうが私たちの勝手にゃ。だとしてもギャンブルは論外よ。あなたのお父上からは堅実な生き方を教えてほしいって頼まれてるんだから。ですが私たち結果で見れば負けてませんわよ。お金が増える分には美冬さんとしても嬉しいのではなくて。二人ともお金が増えてるっていう割には財布が薄いようだけど。それは儲かった分はすぐに使っちゃうから仕方ないにゃ。浪費癖を直すために給料を減らしたのよ。それじゃ意味ないじゃない。でも自分たちで勝ち取ったお金にゃ。どう使おうと私たちの勝手にゃ。そう、よほど自信があるようね。じゃあ私とゆかりさんで組むからカードで勝負よ。私の貯金を全額かけてあげる。誓約書を書いてきたわ。ついでに私たちに勝ったらこれからも賭け事は続けていい。それはまたいいんですの？その代わりそっちにも同じ額をかけてもらうわ。そして私たちが勝ったら二度と賭け事はしないこと。いいわね？望むところにゃ。私たちに勝負を挑んだこと後悔させてやるにゃ。スーペア、私と玉木さんに勝とうなんて100年早いですわ。早速こっちが優勢だにゃ。このままの勢いで勝っちゃうにゃ。よっ、さすが秋の城。このまま有金全部むしっちまえ。ゆかりさん、まだいけるわよね？ええ、まだ大丈夫よ。にゅ、有り金は十分あるみたいだにゃ。秋野、こうなったらもっと絞り取ってやるにゃ。了解ですわ。フルハウスよ。ワンペアですわ。なんのこれ式？気にするな、こっからこっから。そうですわ、これくらいなら前にも逆転したことがあります。今回だけは負けられません。ワンペア、
これで勝負ありかしら。いや、待つにゃ、一気に逆転されてくにゃ。どういうことにゃ。ストレートフラッシュよ。私たちの圧勝ってことでいいのよね。どういうことですの。私たちが手も足も出ないなんて。簡単な話よ。カードの傷で全ての数字を暗記しておいたの。カードにそんな分かりやすい傷はないはずにゃ。紙なんだからちょっと雑に扱えば傷はつくでしょ。ほら、こことか。こんなの細かすぎるにゃ。これを勝負の最中に確認してたにゃ。もちろん。それとゆかりさんと私を一緒に戦わせたのはまずかったわね。私、二人の癖はよく知ってるから、表情や仕草でどんなカードを引いたか分かっちゃうの。そんな手があったなんて。あとは周りの観客も全員協力者よ。一人一人へ入店前に酒代をおごっておいたわ。なんですって。おかしいにゃ。ひかさまをしてたら私が気づくはずにゃ。あなたたちをある程度のところまで気持ちよく勝たせるために一生懸命応援してもらったのよ。二人とも途中から私たちを警戒しなくなったでしょう。つまり周りの人たちはただで飲み食いして二人を応援しただけなの。効果はバッチリだったでしょ。ゆかりちゃん、今度はちゃんと飲みに来なよ。シラフのあんたを久々に見れたのは面白かったぜ。気が向いたらね。やられたにゃ。イカ様とは違うから見抜けなかったにゃ。さて、私たちの勝ちということは、約束は覚えているわね。わかりましたわ。賭け事は二度とやりませんわ。それだけじゃなかったはずよね。私たちは貯金全額をかけたのよ。つまりあなたたちは手持ちの額以上に負けたってこと。結構な金額だけど、二人の給料で払えるかしら。払えないなら借金してでも払ってもらうから。そういえば私たちのギルド、お金を貸してるんだけど。そんにゃー、借金だけは嫌にゃー。 お仕事終わったにゃ。書類の作成終わりましたわ。じゃあ次は部屋の掃除をお願い。その後は新しい授業の計画書を仕上げるから手伝って。さすがに働かせすぎにゃ。不当労働反対にゃ。私たちにも権利を。なぜ私たちがここまで虐げられるのですか。たくさん働かないとギルドへの借金は返済できないんじゃない。賭け事した罰として給料はもっと減っちゃったわけだし。ギルドも大きくなってきたから人手が足りないのは本当なの。ごめんなさい二人とも。今日は先に上がるからあとはお願いね。お疲れ様、ゆかりさん。全額返済するまでは私がギルドマスター代理よ。ほら、キリキリ働く。時は金なりよ。もう賭け事なんてゴリゴリですわ。借金なんてどう